大谷翔平対策に待ったをかけた。メッツは16日、日本時間17日、本拠地で行われるドジャースとのリーグ優勝決定シリーズに二遊でルイス・セベリーノを先発させる。本人はパドレスダルビッシュ有投手の投球から学べることがあると意気込んでいたが、敵将は自分らしくいてと注文をつけた。映像、大谷翔平と大舞台に登場も、マミコ夫人がド緊張、かわいすぎませんか。ダルビッシュはドジャースとの地区シリーズで2試合に登板。大谷を相手に多様な変化球にリリースのタイミングを変えるなど、変幻自在の投球で6打数無安打、3奪三振と完璧に封じた。セベリーノは15日、同16日の前日会見で、彼に対してのダルビッシュの攻め方を見ることができる。もちろん、ダルビッシュには異なる10種類の球があるからね。だけど僕は彼から学べることがあるんだ、と参考にするとしていた。これに待ったをかけたのが、メッツのカルロス・メンドーサ監督だ。大谷について、彼は超一流な打者。試合の状況によってどのようにアプローチするかが決まる。セベリーノは動画を見ることができるが、ダルビッシュとは持ち球の種類が全然違う、と発言した。セベリーノはエンゼルス時代に大谷と対戦し、通算6打数3安打、打率.500、1本塁打、1三振と相性が悪い。それでも、彼の強みを貫き、攻めの投球をして、試合の状況をよく把握しなければいけない、と自らの投球を期待した。今季31試合に登板し11勝を挙げ、復活を遂げたかつてのヤンキースのエース。調整が必要ならするが、